ピチャンネル。プロスピース。はい。ということで、プロスピ、前回、神回動画からの、ね、続編のプロスピでございます。今日はですね、この、俺、ハッピーニューイヤー福袋、やってないんだよ。なぜなら、もう、OB で欲しい選手がほぼいない。ま、もし取れたら、加藤田さんかなっていうね、ところもあるんだけども、もうほぼ OB 選手で欲しい選手もいないっていうところで、現状、オーダーも結構決まってて、あんまり S も現状欲しい選手がいないのよ。っていうところでは、もうね、10連福袋ハッピーニューイヤー、これね、もうやりません。で、今日ね、こちらあります。ハッピーニューイヤー4連福袋。で、こちらは、A ランクの自チーム以上の選手が1人確定してるから、ロッテ純正やるにしては、その、茶谷とか、藤岡とか、種市とか、そういったところの A ランクを極みにする選手がいないから、ここで A ランクを極みに選手、岡とかもね、そうだけども、取っていこうと。で、うまく S が出たら、落合さんはもういりません。だから、ロッテの S が欲しいっていうところで、このね、4連福袋を今日はやっていこうかなと思ってます。53,035位ということで、30% の OB。ね、こちらを。ま、角田さんか上原さんだったらいいかなっていうね、ところがあるんで、それだったらもうね、ロッテ純正の S が来ても OK。ね、こちら、やっていきましょう。ね、どうなるかはね、ちょっと、わかんないからね。さあ、レッツゴー。30%。こういった時に限って引いたりするんだよね。でも、これ、あれ、30% 当たんないから、最近 30% も 10% も S ランク契約書でもほぼ引いてないからね。いや、もうなさそうやな、これ。これでも S は確定なんだよね。確か。これが S は確定だよね。あ、S もか、あ、そのコマさん。もうこれ S と一緒です。大当たりです。あの外小馬さんのあの極みにすんの、俺外小馬さんと田村を極みにしなきゃいけないんだけども、外小馬さんの A が3体、あの田村の A が2体持ってるから、5つの限界突破工事を使わなきゃいけなかったんだけど、これ外小馬さんの A はね、これ S ランク並みに熱い。 OK。 俺絶対 S かと思ったら S じゃないんだね。でもこれはいいでしょ。外駒さんね。ナイスナイス。これ S と同様です。さあ、ハッピーニューイヤーね。4連福袋やっていきましょう。だから A がね、欲しいのがね、チャタニ。で、山口、小島いらないんだよ。で、安田もいらない。で、西村。で、沢村もいらない。で、種市。で、岡。で、増田はいらない。で、藤岡。佐々木朗希。この6名の選手のね、A が欲しい。S は、で、欲しいのは、小島。西村、藤岡、で、増田、西野、佐々木朗希。この6体。だから全部で6体ずつね。ロッテ自チームを育てるためには、この4連福袋の A 自チーム以上確定はね、これ熱いね。で、これ、10回、今から、やっていきましょう。さあ、1巡目。だから、OB30% を引かなくていい。落合さん。落合さんも、もうあるからね。さあ、レッツゴー。まず1回目。A でもほぼ実質当たりだからね、この流れで言うとね。これ S 出んのかな。いらないかな。さあ誰の A ですか。藤原。まあまあまあ藤原、俺何気に極みにできんだよね。まあでも藤原はまあ数そんなにないから、これ OK。 じゃあ2回目、レッツゴー。S とか来たら熱いよね。落合さんはでも大丈夫。 30% は引かなくていい。こういう時に限って引かなくてもいい。おめでとう。いや、ノー S か。でもまあ A でも実質いいのよ。 A 集めたいから。さあ誰ですか。岡OK。ナイス OK ね。さあ3回目、レッツゴー。これいいね、いいね。これ何気にこのガチャ熱いね。その、あ、フィーバー来た。S 来た。頼むよ、佐々木朗希、小島とか、まっすーとか。ねえ、フィーバー来ました。S 来ました。
ここで 30% 引かなくてもいいんだよ、落合さんじゃなくてもいいんだよ、贅沢な悩みだよ、贅沢な悩み。これでカメラマン来たらさ、持ってない人になるからね。さあ誰や誰や、うん、落合さん引かんくていいねんて、こういう時の 30% は。まっすぐしかももういっぱいある、まっすぐいっぱいいる、こういう時に限って引くね。 30% こんな落合さん当たって残念がってる人いないやろな、もう本当に。さあ4回目、もう本当 70% の方が当たりなんだから今回は。いやマジ落合さんいらんかったわ。佐々木朗希の A とかもあんまないからね、欲しいね。あと茶谷ね、種市も欲しい。さあおっ、カード山口はもうあるって、山口はいいって、もう極みにできてるって。さあ5回目、レッツゴー。どうなの？さあ、いかへんか。これ4連2枚引きとかしたら熱いやろな。ね。ミートゥー。岡、種市。茶谷。これ。いや、落合さんね。もう落合さんはええって。もうそんなもういいって来てるって。もう贅沢な悩みだけど。6回目。落合さんちゃうって欲しいのは。指名候補挑戦。おかナイスで始まったのにな。佐々木朗希とか来へんかな。ルートゥー、さすがにそんな S2 回も来へんかね。さあダリア、レッツゴー。おたねちょっきょう、オッケー、ナイスナイスナイス。A で喜ぶのとかないよね。落合さんで悲しんでね。さあ次、7回目。いいよ、種市西野いいよ。佐々木朗希欲しいね、佐々木朗希。指名候補挑戦。どうなの？ね、佐々木朗希の絵。あと藤岡とかもいるんだよね、何気に。おめでとう。ですか。さあ誰だ、藤岡、オッケーオッケー、ナイスナイス、藤岡ナイスね。藤岡もほぼ今までやろうと思ってもないから全部あの育成に回したからね。8回、こういう積み重ねがね、極みにしていくね、ポイントだから。やっぱね、純正をやっていこうって決めたからにはね、こういうのをね着実にやっていかなきゃいけないっていうね、ところがあるからね。さあ佐々木朗希来てませんよ、佐々木朗希。どうですか落合さん、いいって、落合さんはいいって。9回目、指名候補挑戦。やっぱ S は1回だけか。あれ、これもし落合さん持ってない人でロッテ純正の人だと大喜びだっただろうね。ミートゥー。さあ岡、種市、西村、藤岡、佐々木朗希。西村いいね、いいね、いいね。あの全く使えないけどね、自チームとしては必要だね。本当にクソみたいなステータスだから、ツーシーム投げてますって言え、西村。本当、あ、最後だ。まあまあでも結構いい感じで持ってない A がいっぱい来てるから良かったんちゃうかっていうね。あの S がね、ほんと小島とかまっすんとかだったらね。おっ、来た、 S 来ました。最後に2回も組んだね、 S ね。 S 来ました。頼むから落合さんだけはやめてくれ、落合さんだけはやめてくれ、マジでやめてくれ。カメラ来てくれ、カメラ。
J さんだけやめてくれ。と、いやそれGチームちゃうやん。Gチームちゃうやん。これ S Gチーム来るんちゃう。あ、そっか。最後まで来ないとGチームになんないんだ。Sは頑張る。まあでも、シリーズいっか。使えるからね。普通のリアであれよね。ということで、まあまあ、まあまあ良かったね。Gチームとしては、まあ一体ずつだったけど、こう極みにしていくためにはね、この地道な活動がね、Gチームでやっていくためには必要というところでは良かったし、落合さん出た。だから本当だったら大喜びのやつだったけど、まあ仕方ないね。まあそういったところでは、まあまあ良かったんちゃうかっていう。しかもこの4連福袋10回で2個 S で出るからね。ちょっと2024年も引き続いてガチャ運がいいかもわかりません。今、現状、公式戦もね、やってますけども、なかなか時間ないのと、みんな強いね。なかなか勝てない。今10勝5敗ぐらい。引き続き頑張っていきましょう。それでは。